白信君君立憲民主の白信君でございます、えー、発言の機会をいただきましてありがとうございます、えー、先ほど冒頭ですかね山谷英理子委員から、えー、こういう時こそまさに国会を開くべき時があるのではないかという話がありまして 私も非常に心強く感じました。あの今まで我々が野党がいくら国会を開催してくれと言ってもです、ね、開催に応じてくれなかった方の方々から、こういう発言をいただいたということ。 やはり、本当に山谷絵理子先生の見識に私は敬意を表したいなというふうに思っているところでございます。また、そういう中で私が申し上げたいのは、このオンライン出席についてなんですけれども、さまざま今までの委員の皆様の話を聞いていると、IT 化とか、そういうその、 えーまあ、この科学技術といっていいんでしょうね、この発展とともに、えーまあ、通信技術も発展してるから、オンラインなんかもいいんじゃないかというような、まあ、趣旨のことを言っておるんですけれども、逆にこの。 佐藤正久委員がウクライナ情勢に関連した形で、この緊急事態とかなんかお話しされましたけれども、私はあの時にな、なあ、こういうこともで,でき始めちゃったんだなっていうのは、ゼレンスキー大統領のクローンみたいなのが出てきて、そのしゃべり出してるわけですよね、でまあ、それでなくたって、日本だって、この例の紅白歌合戦の時にあに、なんだあの、美空ひばりがね、 あの歌い出しちゃってるということもあるわけで、まあ、そういったことを考えますと、この本人の、本人の確認確保、なりすましですね、まあ、これについてしっかりとした方策を練っていかないと、本当に危ないんじゃないんだろうかなっていうのは、やはり私、感じてるんですね、今でさえそれならば、われわれは10年、20年、30年先の今後の国会ということを考えた場合に、本当にね、このなんていうんでしょうね、 画面越しの向こうにいるのが本人かどうかが分からなくなる可能性っていうのは、よりこの精巧なものができた場合に。 危ないんじゃないのかなっていうふうな、私はそういう懸念を抱いてるわけでして、実際、ナチス・ドイツ、ヒトラーはあの反対派の議員を全員逮捕してから国会開いてやってるとか、そうすると今回、我々が例えばなんか反対,した反対した連中はみんな逮捕監禁しといて、それでそういうクローンみたいな人間を出していくということだって、できなくはないよくなっちゃったときのことも、我々はこの、 その考えたくないんだけれども、そもそもこのオンライン審議っていうのは、そういう、まあ、な何て言うんでしょうね、この特殊事情のことを考えているわけですから、まあ、そういったことを考えたら、その辺についてもやはり我々は考慮していかなきゃいけないんではないんだろうかというふうに思っております。まあ、そういう観点からすると、えー、この前、長谷部参考人がおっしゃっていたような。 パンデミックの蔓延といった特殊事情でオンラインの会議開催を認めない限り、国会としての最低限の機能も果たすことはできないという、極めて例外的な事情の存在が客観的に認定される場合に、必要最小限の範囲内において、オンラインでの会議開催を認めることはありえるというのには、私はえ少し説得力あるなというふうに感じているところであります。いずれにしましても、我々は今、この世界というのは、どんどんこれからそういうまあ今、AI の技術とか、さまざまなも ものがこう発展している中でのこの議論というのをしていくんであるならば、えその辺りのクローンとかそういったものについても今後専門家の皆様の意見を聞きながら、今後どういったものがあの今後このおなんて言うんでしょうねこの本人確認の術としてあり得るのかということも含めて考えていきたいと思います。最後に ID やパスワードといったってですねそれだってわ、えー、かりませんからね本当にあの本気になって、えー、国家の重要な内容をし、えー、こう。 やるときに、いくらでも,その変も変更もできるし、場合によってはその脅迫した ID、パスワードを取ることだとできるかもしれないという部分においても、少し考えていかなきゃいけないのかなということを最後に申し上げたいと思います以上でございます。